2017年10月25日、モンゴル人力士を中心として行われた会食において、同席した幕内の鷹の岩に対して横綱の白鵬が説教をしていました。その最中にスマートフォンが鳴ってしまい、それを操作しようとした鷹の岩を春馬富士が注意し、鷹の岩を平手で十数回、カラオケのリモコンで頭を数回殴打したという事件。モンゴル人同士での暴行事件は、当時連日のように世間で大きな話題になりました。11月14日に暴行疑惑が報道されると、春馬富士がその事実を認め、処分により引退することになります。春馬富士が引退したことで事件は収束に向かうのですが、この事件の尾を引いた嘘のような噂話が浮上したのです。噂話のきっかけ。事件直後から、春馬富士は引退を決めていたそうです。そして、その黒幕が白鵬ではないかという説と、貴乃花親方なのではないかという説が浮上したのです。噂は後に消えていきますが、関係者の間ではこの話で持ちきりだったようです。貴乃花親方に至っては、八角理事長の後釜を狙うための一手だとも言われていました。春馬富士の事件にはちょっとした裏話があり、事件当日の会食には春馬富士、貴乃岩、白鵬、さらには貴乃花親方も出席しており、事件直後の被害届は貴乃花親方が提出しています。そしてさらに、どうやら白鵬がその席にいたことを証言したのは貴乃花親方だったようです。これまでの流れを踏まえて、なぜこのような噂話が浮上したのか考察していきたいと思います。ある時、そもそも貴乃花親方の狙いは、春馬富士を引退に追い込むことではなく、角界をまとめきれない八角理事長を辞任に追い込むこと。翌年の理事長選で勝てないことは分かっているものの、八角理事長以下協会幹部に一矢報いることで留飲を下げようとしていた、という相撲関係者からの垂れ込みがありました。嘘か事実かは分かりませんが、貴乃花親方の周囲もざわついていたのは確実です。仮に八角理事長が辞任になるのかと考えた時、大半の関係者の見解は八角理事長の辞任はなしで決着するだろうというものでした。そして貴乃花親方のもう一つの狙いとして、白鵬潰しがあったのではないかという説があります。貴乃花と白鵬の関係性、もともと両者はお互いを尊敬し合う関係にありました。貴乃花親方は白鵬の相撲を褒めていたし、白鵬も改革への姿勢を支持していたのです。ただ改革が進めば帰化しなくても一大年寄りを認めてくれるのではという打算があったのも確かです。しかし白鵬と貴乃花はある時から不仲が噂されるようになりました。その原因の一つが巡業での移動の際、白鵬がバスに戻るのが遅れ、白鵬がいないことを知りながら貴乃花親方がバスを発車させた件です。さらにその直前、伏線となるようなトラブルが起きていました。同日、最初の休憩で白鵬がバスに戻った際、貴乃花親方が座るはずの席に知ってか知らずか座ってしまったのです。後から乗り込んできた貴乃花親方は、なんで俺の席に座っているんだと怒鳴り散らしたと言います。白鵬は、足が痛いから伸ばせる席に座ったと弁明しましたが、怒りは収まらず、以来二人の関係は最悪のものとなってしまったと言います。こうしたこともあり、傷害事件の現場に居合わせた当事者として白鵬も関与していたことをリークしてことを大きくしようと目論んだというのが噂の原因の一つとされています。白鵬黒幕説については、春馬富士が横綱として台頭してきたために一泡吹かせてやろう、あわよくば引退させてしまおうという企みではないかという噂も出ましたが、普段から春馬富士が白鵬を慕っており、白鵬もまた同郷の後輩として可愛がっており、そのような噂は気づけばなくなっていきました。そんな中、横綱の白鵬が八角理事長による春馬富士の傷害事件に関する講話の席で、貴乃花巡業部長の下で冬巡業には参加できないなどと批判する発言をしていたことが、相撲関係者の垂れ込みにより発覚しました。八角理事長は発言の事実を認め、力士会などで話し合った上で提案や発言をするのがルールだと注意したとのことでした。貴乃花親方のやり方だったのか、人としてなのか原因は定かではないですが、
批判の声は多少なりともあったようです。九州場所後に物議を醸した言動を重ねた白鵬に対し、八角理事長は横綱の品格に関わる言動について今後は慎むようにと理事会から厳重注意したそうです。貴乃花がいるなら巡業には参加したくないという白鵬の発言、再び白鵬と貴乃花の確執が浮き彫りになってしまいました。結局白鵬の発言の通りにことは運び、この冬巡業には貴乃花親方ではなく春日野親方が行くことになりました。相撲一家に生まれた貴乃花とモンゴル人初の金メダリストになった父親のもとに生まれた白鵬、貴乃花は藤島部屋、白鵬は宮城野部屋に所属しましたが、この環境の違いが2人の考え方が大きく異なる要因だと言われています。相撲というものはこうだというセオリー通り、よく言えば堅実で型通りにやってきた貴乃花と、若い頃から他の部屋へ出稽古に行っていろんな部屋のいろんな力士と肌でぶつかり、さまざまな相撲の型を研究してきた白鵬、2人の相撲人生そのものがその関係に大きく影響していたのかもしれません。相撲界にはさまざまな力士がいます。外国人力士はもちろんのこと、同じ日本人の中ですら生まれや育ちが違います。それは当たり前のことです。そしていろいろな力士がいてこそ相撲界も盛り上がるもの。一連の話について視聴者の皆さんはどう思いましたか？